サブウーはアメリカ合衆国のプロレスラー。本名、テリー・マイケル・ブルンク。ミシガン州デトロイト出身。ギミック上の出身地はインドボンベイとなっている。元祖、アラビアの怪人ザシークの実の甥。い。プロレスの枠を超えた前代未聞とも言うべき、ファイトスタイルは日本でも支持を得ている。試合終了後にリング内に机を置き。 机が壊れるまで、ムーンサルトップレスを連発するという無謀とも言える、パフォーマンスも有名。メジャーやインディーを問わず、世界中の団体で幅広く活躍している。妻は、日本人。おじのザ・シークに憧れでシーリーを死亡するが、当初体が小さかったことを理由に、シークは取り合ってくれなかった。しかし熱意が認められ、シークのコーチを受け1985年にデビュー。 1991年11月、FMW の世界、最強総合格闘技タックリーグ戦に、シークのパートナーとして初来日。以降日本では、FMW のリングを、主戦場として、机や椅子を使った全力のラフファイト、自爆も厭わはない、自虐的パフォーマンスが話題を呼んだ。1993年10月、ECW にて、 シェーン・ダグラスを破り、イシダブ世界ヘビー級王座を獲得。同年11月には、テリー・ファンクから TBO 王座も奪取し、二冠王者となった。1994年7月には、初代 NWA インディペンデント世界ヘビー級王座を獲得。以降も様々なインディー団体を荒らしまくり、インディーの帝王的な存在にまでのし上がった。2006年、 インディー団体での名声を受け、WCW、WWF、新日本プロレス、全日本プロレスなどのメジャー団体にも参戦したが、本人は、大助隊の一員になるよりも、小さな団体の救世主になることを望み、これらへの参戦は、ごく短期間に終わっている。しかし1995年には、金本浩二を破り、第24代 IWGP、 ジュニアヘビー級王者となるなど実績を残している。1998年6月には弟でシロブ・バン、ダムとタッグを組み、クリス・キャンディードランス・ストームを破り ECW、世界タッグ王座を獲得した。ECW の活動停止後は、2002年よりティネを主戦場としていた。2003年1月、直前にザ・シークの不法を受けも賞をつけて、 ファンタジーファイトレッスル -1 東京ドーム大会に参加。2004年、全身の骨や筋肉に、正体不明のウイルスが感染し、長期欠場を余儀なくされる。2005年に復帰を果たし、WWE が開催した ECW1 ナイトスタンドに登場。シェーン・ダグラスのプロデュースによる、ハードコアホームカミングにも参戦し、メインイベントの3ウェイユーシテッセンデスマッチにて、 ダグラスとテリー・ファンクを破り勝利を収めた。WWE が ECW を復活させることに伴い、2006年4月に WWE と契約。同団体所属となるが、6月にロブ・バンダムと共に、大麻所持により検挙され30日間の禁止処分を受けている。以降は ECW オリジナルズの一員として活動した。2007年5月、 WWE から解雇となる。2009年プル a など世界各地のリングを転戦。2009年はアイルランドの AWR に参戦し、かつてのメールロブ・バンダムやボールズ・マホーニー、X パックなどと共にヨーロッパで活動した。同年10月4日には DDT プロレスリングのブランドの一つであるクルーザー、S ゲームの興業で、n o は論外のタッグパートナーとして、 久しぶりの来日を果たした。2010年下期には短期間ながらティネに再登場し、ミック・フォーリー、ロブバンダム、トミードリー・マーラ QECWZ が結成していた EV2.0 に加入。11月7日に行われた PPV、ターニングポイントにて、レイベン、スティービー・リチャーズ、ライノ、ブライアン・ケンドリックと組み、ディック・フレアー率いるティネ・バン・フォー・ホースメンのフォーチューンと、 対戦するも敗退。フレアーによってティネを解雇された。2011年3月31日、スマッシュ15後楽園大会に参戦。セミファイナルでタジリアンド・ジュリと組み、マイケル・コバック、リン・ビッチ、バイロン、ガブリエル・アントニックとハードコアマッチで対戦し、アントニックからアラビアン・フェイスバスターでフォールを奪い勝利した。レッグドロップを仕掛けるサブール・チャーンド、 ハードコアというアメリカのインディー団体の軽量級選手によく見られるファイトスタイルの先駆者であり自爆すらも得意としプロレスでしか表現できないその奇想天外なスタイルは高い評価を受けている ECW でのサブー2008年ありがとうございます